山口、くすかみが裏、その外から杉本も来た、杉本変遊、前に止めた、逆をつく、杉本のシュート、ディフェンダーだけじゃない、俺のストライカーだ、杉本ゴール、4点目はフォワード、この杉本が点を取りました。点取れてよかったですね、杉本、切り返し深かった、まあ、この辺の技術は杉本の最大の魅力、ね、ここまでできる選手はもしかしているかもしれないですけど、はい、シュートですよね、ですね、もうゴールへのパスとはこのことですよね、バフリコフはそこに入ったら激しくプレッシャーをかけていくっていう、ここです、ここですね、激しくかけないと、あとボールかわされて杉本右足、ナイスキーパー、弾いた大木、杉本の右足でした、それぞれいいし、攻撃形見せましたね、一旦、まあ、受ける形でスルーはしたんですが、やはりあそこに選手が入っていると危険で、キッカーは南野、ゴールから遠ざかって逃げていくボール、ヘディングシュート来た、ヘディングに当てたのは今のは誰でしょうか、杉本健雄が落としてかかう、杉本健雄だ、いやセレッソにビッグチャンス、いい形の崩ししましたね、杉本選手が入ってペナルティのかかりぐらいから仕掛けていった、そしてマンツーのフィニッシュ、セレッソこういう形で、ね、ストライカーがこう仕掛けていくということは非常に重要です、はい、最初のビッグチャンスはホームセレッソ大阪、いやギリギリ大阪じゃないですね、ただやはり守護神西川がいてますから、セレッソの両サイド左の丸橋、右の安藤はかなり高い位置、アンカーのポジション、ボランチ、ワンボランチのポジションに染め、山口、前を抜いた杉本、シュート、シュートました、いいですよ、いいシュートを打ちました杉本、よかった、すごい動き非常にいいですよね、はい、今でも染谷が右サイド出てましたよね、でこの時にもし取られたら真ん中ぽっかりやったんですよ、あでここを誰かがちょっと意識するってことがまた大事なんですよ、今こうやってね、はい、回せてますから、そうですね、悪くないですよ、久しぶりに扇原と山口蛍がかなり前まで上がってきていますが、サイドチェンジのパスはミスになったが、山口蛍が来た、来た、杉本健雄、ホルランがいる、柿谷がいる、中に入って左足シュート、これは上に外れていきましたが、中に入って杉本、左足シュートです、杉本で攻撃面が非常に落ち着いてるし、はい、いいですよ、あのできる、抜きに行きます。
入ればというところです。山口もう一回右サイドに送ります。南のホルランへ、ホルラン、ホルランシュート、もう一回、もう一回、ソガハタ、さすがですね。南野からホルラン、ボレーシュートですが、いいタイミングで打ってますし、ソガハタ対応しにくいと思うんですけど、素晴らしい、ね、ボールを取り返してます。東京は狭いところです。なんとか体を入れる。ボイコカチャルのファウルはありませんでした。カーボンのエドゥートのプレーです。ワンツー、センターは固く絞っています東京。ここはただフリーです。どういうクロスが入るか。酒本、いいボールだ、ヘディングシュート、ナイスキーパー。杉本の少し鏡込むようなシュート、ただ権田もよく触りましたね。はい、角度ないんですよ。本当に触るしかできないような。そうですね。場面で覗いてきました。丸橋どうか、入れる。さあ杉本、うまい、中置いた、い大外、酒本が上がってます。ようやくちょっとほどけたセレッソの攻め。クロスが来ました。これはどうか、止め、ヘディング、杉本、ツートップ南野が入った。その後ろから最も身長の高い杉本が突っ込んできました。どうする、柿谷、ラストパス、南のシュート、新潟もしっかりブロックしています。ヘディングシュート、杉本経由。迫力のある攻防でしたね。最後ちょっと下がりながらのヘッドでした。杉本、もうちょっと角度つけられればそうでしたね、はい、杉本。大きく巻いていく、ヘディングシュート、キャッチしました。ソガハタ、分厚いヘディングシュートでした。187cm のさあ杉本健佑が呼んでいる。杉本健佑、カカウ、カカウが前を向く、前がいた、右足のシュート、カカウが決めた。細かく繋いでいく、クスカミに繋がらない。クスカミがボールをキープ、倒れました。ボールはセレッソ、クリアをする。杉本ダイレクト、反対側、左足シュート、1点返した。14番丸橋、まあ、レイソルとしてはできるだけ、ね、残された時間は2点リードした後なんで失点はしたくなかったでしょうけど、まあ、こういう1失点というのはゲームの中でやっぱりありますから、はい。ボールはセレッソが拾いそうです。山下、小笠原、大丈夫そうでしょうか。大丈夫ですね。プレーは続きます。杉本、おレトラップ、シュート、外した。そこは旗が前を詰めて、はい、それが目に入ったのか。杉本からのパス、ホルラン、まあ、川端のワントップはワントップだ。今まで長いのスピードを生かしてカウンターだけを狙って本当にディフェンスを堅くいくかね、セレス、あの名古屋は。そうですね。ホルラン、右足のシュート、ましたね。丸橋、ホルラン寄っています。そのホルランと丸橋のパス交換から大木原、杉本健佑、ここにキム・ソンジュン、右足か、右足のシュート、どうすれば。山田長太郎がいいポジションを取りました。真ん中に当てて杉本から、さあ南野来た、南野、早い南野シュート、一瞬今、はい、スピード上げて入ってくるので、ええ、このコントロールも難しかったと思うんですよね、はい。あとはフィニッシュだけというシーンでした。この辺のダイレクトのプレー、今杉本でしたけど、こういうのが出てくるとやっぱり立ち上がりは鹿島アントラーズがセカンドパーク行くのかなと思っていたら、アントラーズがあのピンチからカウンターで主導権を取ってしまいました ね。あの本当にマカシのプレートラップから主導権を握る、ホルラーになってるんですよね、はい。もう94分になろうというところです。もう時間がほとんどないはずです。入れ替わった、セカンド
口、ミランダ、クスカミから杉本だ、杉本落として柿谷、大阪にあるチームでこんなすごい試合ができるんだ、こんなものをお見せしたい、そう話しています。この試合初めて見た人、おっぱ抜けてきた、クロスを入れる、見せるかですね。そうですね、これをこの残りの時間でしっかりとコンビネーションを合わせながら追加点をどう奪っていくかというところを見たいと思いますね。さあ丸橋が上がって左のスペースにフォルダンは抜けていく、そのフォルダンへフォルダンワンタッチでクロスを入れていきますが、いいですか、うまいですね、あの勇気ありますよね、厳しいところでもしっかりボールを受けようと、はい、あのボールサポートに入るので、杉本これは二次攻撃三次攻撃できる体制が整いますよね。酒本、杉本は晒しながら柿谷、かかとだ、酒本入ってきた、酒本落とすが入れた、こぼれ球後ろから山口、山口のシュート知ってますからね、はい、てるだけに FC 東京からするとどれだけこの半年、まあ、数ヶ月の間に伸びたかというところ、そうですよね、見せたいという選手もいるでしょうしね、フォルランからのパスです、南野へ、南野勝負してもいいところです、南野センターへルーズボール、フォルランが追いかけます、一歩進化しようというセレッソの姿勢見えますか、まあ、今日は非常にこうみんながね流動的にリズムよく、いいですね、杉本が待ってます、こぼれ球拾ってセレストにチャンス、打てない、でもそれが途中で引っかかるとセレストのカウンターを食らうわけですよね、そうですよね、杉本競り勝った、ホルラン2枚でいきます、一番外だよく完璧にシュート決めれば、今日のこのスタジアムの応援なんですけれども、この暑さに負けないような熱気で非常に熱い声援が送られています。で今日のサポーターなんですけれども3万78人の観客が詰め、山口ホタンの前、声ですね、声ですね、南野右に出して酒本クロスを上げる、ファーサイド、スタミの先でした、南野と鈴木大輔、クロスを上げて長い、長い、ホルランに送ろうとしたパス、ホルランに送るんだろうなという感じで、鹿島の方もそのコースを切り始めています、山本、今日のセレッソ、ホルランをいかにこう使おうかっていう、まあ、その辺の意識をすごい高めてやってた選手ですね、はい、またちょっと足が滑りますね、はい、鋭い出足で杉本健雄がボールを奪いました、そしてフォルランしっかりキープします、しやすいというかプレッシャーのかけ方も強いんで、そこをちゃんとあたりですね、いい判断ですごい決定継続できるかどうかですね、